リドルフ・ウーレンハウトは、ドイツの自動車技術者である。ダイムラー・ベンツの技術者として著名で、1930年代から1950年代に、かけてのメルセデス・ベンツの自動車レース活動における、車両設計で知られるほか、それらレースカーの行動使用者である、ガルウィング・ドアで有名な 300SL ・クーペや、自身の名が冠され、通称される 300SLR。 ウーレンハートクーペもそれぞれ彼の手になるものである。1906年7月、イギリスのロンドンで、ウーレンハートは当時ドイツ銀行ロンドン支店の支店長だったドイツ人の父とロンドンの文法学校であるトリントンスクールで働いていたイギリス人の母の間に生まれた。一家は後にベルギーのブリュッセル、ついでドイツのブレーメンへと移り住んだ。 ウーレンハウトは大変なスキー好きであったこともあり、近郊に良質なスキー場を多く抱えたミュンヘンは、彼の心を捉え、ミュンヘン大学へと進み、機械工学を収めた。1931年、ダイムラー・ベンツに雇われたウーレンハウトは、同社本社のあるシュトゥットガルトに移り、同社の検査部門で、フリッツなリンジャーの下で働き、メルセデス・ベンツ W136 の開発に、 携わった。ウーレンハウトが最初に設計したレースカー、メルセデスベンツ W1251936 年にはレースカー設計部門の長となり、当時すでに設計が古くなり、1936年のグランプリシーズンでライバルのアウトオニオン税に対して劣勢が明らかだったメルセデスベンツ W25 の後継者の開発に着手する。ウーレンハトは レースカーの設計経験こそなかったものの、ニュルブルクリンクにおける市販車のテスト走行経験が豊富であったため、自ら W25 のステアリングホイールを握って走行テストを行い、同車の欠点がシャシーとサスペンションにあることを見抜き、翌年に向けた新車を設計するにあたり、シャシー構成とサスペンションの路面追従性の向上を焦点とした開発を行った。こうして完成した。 新たなシルバーアローメルセデスベンツ W125 は1937年のグランプリシーズンを設見し前年の雪続を果たすことに成功したその翌年はエンジン規則改正があったこともあり新車 W154 を用意しこちらもルドルフ・カラツヨラの選手権連覇に貢献することとなるなお W125 に搭載されていた スーパーチャージャー付き直列8気筒5.6リッターエンジンは、レース仕様でも600馬力機近い出力を発揮していたとされており、そのため W125 は、その高出力について特筆されることが多く、サーキットレースカーとしては1960年代、中盤にグループ7カーが登場するまで、グランプリカーとしては1980年代のターボ時代になるまでの期間、 レース史上でも最もパワフルな車だったと突起される。1939年のグランプリシーズンでは9月に第二次世界大戦が勃発したためメルセデスチームはこの年の終盤に開催された非選手権への参戦を取りやめた。母親がイギリス人であるウーレンハウトは戦中はゲ下下っポの監視対象となるが引き続きダイムラーで働き DB603 をはじめとする 航空機エンジンのシリンダーヘッド部などの開発に携わった。戦後、一時、ダイムラーベンツを離れ、ドイツ国防軍が使用していたトラックを使った小さな運送会社を営んだり、イギリス人の給油と共に戦後復興計画に携わるなどの活動をした。レースカーの W194 と行動仕様の W1981948 年、ウーレンハウトは、 ダイムラー・ベンツに復帰。1951年、当時ダイムラー・ベンツの技術担当重役となっていたナリンジャーの提案により、メルセデス・ベンツのレース復帰が決定する。その決定により、再びレース部門の設計部長となったウーレンハウトは、翌1952年に向けて、メルセデス・ベンツ W194 を設計した。 これは1951年に発売された W186 のエンジンを流用したレースカーで、車シシーはウーレンハウトが戦前から温めていたスペースフレームのアイデアを用いて設計された。本社はそのスペースフレームの交換によってサイドシルが高くなり通常のドアを置くことは困難だったため、ウーレンハウトは上開きのガルーイングドアを採用することでその 問題を解決した。戦前に作っていたグランプリカーに比べれば、小排気量の車ではあるが、軽量なアルミ製ボディを採用したことで、重量はおよそ 860kg と軽く、1952年のルマン24時間レースと彼らパナメリカーナメヒコー、共にを一のにフィニッシュで制するなど、レース復帰早々から、この車は、 メルセデスチームに目覚ましい成績をもたらすこととなる。ルマン24時間レースでの 300SL の優勝について、これはドイツ車としてもドイツ国籍のチームとしてもルマン初勝利であり、ドイツ人が優勝するのもこの時のヘルマンラングとフリッツリースが初めてで、タイヤもコンチネンタル、そして設計者のウーレンハウトもドイツ人という、すべてがドイツ製による優勝だった。その次に、 ドイツ車がルマンで優勝するのは20年近く後の1970年のポルシェまで待つこととなり、ドイツの他車に対しても大きく先駆ける勝利だった。この W194 は純粋なレースカーで、市販の予定はなかったが、アメリカ人の輸入車ディーラーであるマックス・ホフマンがダイムラー・ベンツを説得したことにより、市販バージョンが誕生することになった。それが、 メルセデスベンツ W198 通称 300SL である。ウーレンハウトは行動仕様への再設計を自ら手掛け、300SL はガルーイングドアで知られるクーペが1954年に発表され、クーペは1955年から1957年にかけて、ついで発表されたロードスターは1957年から1963年にかけて販売された。 本社はメルセデスベンツを代表する車種の一つとしてよく知られることとなり、登場から半世紀以上経った2009年には本社をモチーフにしたメルセデスベンツ SLS-AMG が発売された。W196、W196R は当初は前後のタイヤを折ったストリームライナー仕様でデビューし、タイヤを剥き出しにした。 オープンホイール仕様は3戦0戦3目となる1954年、ドイツグランプリから登場した。300SLR は W196R を2座席のレース用、スポーツカー仕様に再設計したものである。グランプリレースへの復帰を計画したメルセデスチームは、2.5リッターエンジン規定が導入される1954年を見据え、戦前の W154 未来となる。 新車開発を進め、ウーレンハートの下で完成したのが、メルセデスベンツ W196 である。開発の遅れにより、チームの参戦と車両の投入は、同年代4戦となったが、参戦初戦のフランスグランプリでは、予選で1位と2位を占め、決勝でも1から2フィニッシュを飾り、それを皮切りに、参戦した6戦を4勝をし、ファンマヌエル・ファンジオに、 彼にとって二つ目のドライバーズタイトルをもたらすこととなった。開幕戦から参戦した翌1955年も W196 はライバルのランチやフェラーリ、マセラティラを寄せ付けずシーズン全7戦中5勝を挙げ、その5勝のうち第4戦から最終戦は4戦連続の一からにフィニッシュを遂げ、さらにそのうちの第6戦イギリスグランプリでは W196 に乗った4人全員で1から2から3から4フィニッシュを達成するという圧勝ぶりであった。W196 は2年連続でファンジオにチャンピオンシップタイトルをもたらしたが、当時の F1 にはコンストラクターズタイトルが存在しなかったため、2年にわたってシーズンを圧倒したにもかかわらず、メルセデスがチャンピオンタイトルを得ることはなかった。メルセデスが F1 で世界タイトルを初めて獲得するのは半世紀以上後の2014年のこととなる。ウーレンハートが設計した W196 は参戦した全12戦中9勝しており、メルセデスが大きなアドバンテージを築いたままこの2年のみで活動停止したことで印象が強いこともあり、海一市場においても名車の1台に挙げられることが多い車となっている。 1954年の W196 をベースに、2座席のレース用をスポーツカー仕様に再設計して、1955年に完成させたのが、メルセデス・ベンツ 300SLR である。300SLR は、もともとは、クーペ仕様となることが予定されていて、実際に製作されたが、ドライバーからの反対意見があり、実践で使用された車両はすべてオープン仕様となった。 1955年のスポーツカー世界選手権に第3戦から参戦し、ルマン24時間レースを除く3戦をすべて優勝し、シリーズチャンピオン争いでも前戦に参戦した、フェラーリを僅差で振り切り、メルセデスにチャンピオンシップタイトルをもたらした。1955年にウーレンハートが設計した車両は、第1でもスポーツカー世界選手権でも結果を残したが、 この年のルマン24時間レースで起きた観客83名とメルセデスドライバーのピエール・ルベイが死亡したモータースポーツ史上最悪の大事故によりダイムラー・ベンツは1955年限りでレース活動を休止することを決めた。1955年のこの決定以降ウーレンハウトにレースカーを設計する機会が訪れることはなかった。300SLR ウーレンハウト・クーペ 写真の車両ではマフラーは撤去されている。同じウーレンハートの設計になる W198 とはガルウィングドアを備える名前が似ているなどの共通点があるが、設計上は全く関連がない。レース活動の休止後、ウーレンハートは 300SLR クーペ仕様のうちの1台を行動仕様に改造した。この車はあくまでダイムラーベンツ所有の車両だが、 ウーレンハウト自身がパーソナルカーとして使用したことから、ウーレンハウトクーペとして知られることとなる。レース用、プロトタイプ車両から転用しているため、当然のことながら、当時としては最速の行動車両で、静粛性のため巨大なマフラーが付けられて、なお最高速は時速 290km は出たとされ、ウーレンハウトガミュンヘンからシュツットガルトまでを走った。際も、 その距離をおよそ1時間で走ったとされる。このウーレンハートクーペは現在はシュトットガルトのメルセデス・ベンツ博物館で保管されている。その後はダイムラー・ベンツの技術担当重役として数々の市販車の開発に携わり、1972年にダイムラー・ベンツを退職するとともに自動車設計の仕事からも引退した。1989年に シュトゥットガルトデシキョ、ありがとうございます。